はい、おはようございます。なぎなりかこです。今日はゆいっていうお酒、ロゼワイン、退職の時に社長からもらった美味しいワインなんですよ。宅飲みしながらインスタで募集してた質問コーナーに答えていきたいと思います。乾杯。まず1個目、お財布のブランド、またデイリーに使っているバッグはどんなものですか？まずね、財布は基本持ってない。一応お財布はすごく前に買ったジミーチューのお財布があって、持ってはいるんだけど、なかなか持ち歩くことはないですね。普段はもうこのヴィトンの iPhone ケースに全部カードとか入れれるので、物を多くすると忘れちゃうんですよ。どっかに置き忘れたりとかもあるし、身の回りの持ち歩くものをすごく少なくしたくて、結構ね、不安症だから、いろいろ常にいつも持ち歩いてると、あれって今日持ってきてないんだったっけ、それとも落としたのかなと、結構いろいろね、それで不安になっちゃったりするので、そういうことがもうないように、携帯で支払いができるところでしか基本買い物はしません。携帯か、まあクレジットカード、例えば今日病院に行きますとか、現金じゃないと支払いができないような行ったりするっていう風に分かってる時しかお財布は持ち歩かないですね。またデイリーに使っているバッグはパレプトゥの一番新しい新作のバッグですね。このモコモコもう立春過ぎだしね、春だからっていうのはあるんだけど、暑がりで服はモコモコしてないので、そんなにね、こういうモコモコバッグを持ってても浮かないというか、これ気持ちいいし、あとペットボトルも入るので。でもね、カバンもそんなに普段持ち歩かなくて、まだ今コート着るじゃないですか、だからコートのポッケに全部入れますね。まあ、全部っていうか、だから携帯とワイヤレスイヤホン、坊主の、あとまあペットボトルぐらい持ち歩くとしたら、もう基本的には携帯とこれしか持ち歩いてないので、今まではなんか例えば化粧直しとかいろいろ持ち歩きたいっていう風に思うものあったけど、コロナになってからほとんどマスクだし、アイメイクって私そんなに直すことなくて、お直し用のファンデーションとかリップとか結構持ち歩くものって割とかさばるものが多かったんだけど、夕方ぐらいからオーディションがある時とかは、まつげの上げるビューラーだけは持ち歩くようにしてましたね。まあこれぐらいのカバンで十分かなーっていう感じ。明るい色にもマッチしつつ、このグラデーションがすごい高級感があって使いやすいので、持ち歩くとしたらこれ使ってます。私たちはいつ会えるんですかということでですね、こういうストーカー的な質問はね、質問箱にできるだけ投げないでいただけたらと思います。てか、あなたはどこに住んでるんですか今。ちょっと東京もんがさ、帰ってくるとさ、ざわつくじゃん、コロナ的な意味でね。あんまりね、地元を荒らしたくないんで、地元はなかなか帰んないですね。ハーリップトゥーで一番お気に入りのお洋服は何ですかっていうことで、ハーリップトゥーで一番お気に入りのお洋服、前さピンクのワンピース紹介したんですけど、まあ今ちょっと季節的にか、ノースリーブのワンピースを今着れないと思うし、今売ってるわけでもないので、まああれが一番ね、パッと思いつくお気に入り、お気に入りなんですけど、ちょっと今日ね、これ着てみた。割とこれさ、初期のワンピースで、青山の時のだよね。だからハーリップトゥーが始まってすぐぐらいに発売されたものなんですけど、多分ね、これリバイバルが来るんじゃないかなっていう風に今なってますよね。ポンポンついたマスクの新しい発売の時に、これのブラックを小島さんが着用されてたので、リバイバルで発売されるんじゃないかなと思って、ちょっと今日はこれを着てみました。こうフリルがたくさんついてる感じなんですけど、ウエストとかのカバーもしてくれるし、横を向いた時にね、何より綺麗で、やっぱお腹の、私もさ結構お腹ポッコリするけど、お腹のポッコリをこうカバーしてくれて、ちゃんとレースになってたりとか、全く同じ形になるかわかんないけど、スリットが入ってたりしてて、フリルがついてるので、体のラインをすごく綺麗に見せてくれます。結構空いてますよね。まあ、今私でもキャミソール着てるんですけど、こう出てこないので、下着は普通につけてても大丈夫。ヒートテックとか着ない限りは下着も出てこないです。こんな感じで、オフショルにしたりしてもこれ可愛いんだよね。フリルが目立って、子供っぽいかなっていう風に思うとき、お店に合わせて、こういう風にしたりしても可愛いんじゃないかなと思います。ホワイトなんですけど、ちょっと黄みがかったホワイト。この色はベージュに近くて、フリルは結構白かな。オフホワイトではないです。アイボリーです。これ、花セレブって真っ白じゃん。こう一緒に並べるとちょっと黄みっぽいのわかると思うんですけど、色展開も変わるかもしれないし、使われる布の色も違うかもしれないので、全く同じものがこれから発売されるかどうかわかんない。まあ、もしかしたらマジでね、リバイバルも出ないかもしれないし、わかんないんだけど、私もこれ本当にお気に入りのワンピースなので、今から発売があったら、よかったら皆さんチェックしてみてください。てかちょっとさ、食べていい？ザ・キャラメルハゲンダッツ、この間友達がくれた。もうみんなにもらったもので生きてます。いただきます。うん、
最近のスキンケア、デパコスのおすすめ。最近のスキンケアは何も変わってないです。エルドイドのオールインワンのクリーム使ってるぐらいで、顔は何も変わらなくて、体の方は結構乾燥性敏感肌になったっていうことが判明した。めちゃくちゃ今いろんなのを試したりしてます。それも本当に効果が出たものだけをまたまとめて紹介したいと思うので、また動画にしたいと思います。デパコスのおすすめ、まだ発売されてないですけど、2月14だったかな、クラランスのフィックスアップのスプレー買おうと思ってます。別にもともとあるんですけど、今回その桜の香りが2月は限定で出るっていうことで、私桜の香りがすごく好きなので、しかもメイク崩れしないっていう部分でもすごい優秀っていうことでね、前関根理沙さんが YouTube で紹介されていて、ベスコスとしてもうずーっと待ってます。発売、自分使ったことないくせに、でも多分あれはいいから買った方がいいと思う。私は一番桜の花が好きで、香りも桜大好きで、味も桜は好きですね。でも嫌いな人も多いよね。難しいけど。お洋服どうやって収納していますか？私って結構ね、洋服だけじゃなくて和服も多いんですよね。着物が好きなので、私はね、着物用のタンスの上にテレビを置いてる。買う洋服の一着一着が値段が高くなったっていうのもあるけど、シミ取りだのさ、クリーニングだの、虫がつかない、なんか殺虫剤みたいなやつだったりするだの、もういち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 他にもやっぱりお金がかかるので、服を買うときにはそこをプラスアルファクリーニング代とかも考えて、それでも欲しいかどうか考えて買うようになりましたね。そもそもの買う数減らすみたいな。最近買ったお気に入りのものを教えてください。最近買ってない、お金を本当に使わないようにしてるから。あ、最近買ったお気に入りのものあった。薬日本堂のど飴。漢方ののど飴なんですけど、前に会社でね、漢方詳しい方が配ってるのを食べて、なんか美味しくて忘れられなかったからね、退職の時にね、どこのですかって聞いたのよ。品川にお店があるらしいんですけど、私は楽天で購入しました。自然の味がして美味しい。好き嫌いはあると思うんですけど。あとね、じゃん。こちら、入浴剤、バース、リカバリー&トリートメントってやつで、独自の製造技術から生まれた中性重炭酸入浴剤、入浴剤ですっていうことなんですけど、中はこういう感じのカプセルになってるんですよ。これをね、3粒入れてお風呂に入るんですけど、整体行った日とか病院行った日とか、まあすごい疲れてる日とかでもいいと思うんだけど、めっちゃいい。お湯自体にもとろみが生まれて、多分私みたいな乾燥肌の人とかはそれだけでもお肌にいいとかもあると思うんだけど、私ってもう最近リラックスすることがないんですよ。整体とか行ってて、え、ちょっとリラックスしてくださいって言われるんだけど、もうリラックスの仕方がわからないの。もうずーっと気を張ってるし、ずーっと仕事のこと考えてるみたいな感じで、何かを始める時だから仕方ないと思うんだけど、このね、お風呂に入った時にね、初めてね、あ、眠いと思ったんだよね。多分体の多分疲れがドッと出て、風呂の中でもうほんとファッってなったの。一回このお風呂に入るとものすごくリラックスできるんだろうなっていう風に思う。体がね、歪みとかがひどすぎて座骨神経痛ってやつがあるんですよ。でもう足が痛くなったりして、もう歩けないぐらい痛くなっちゃうんだけど、整体とかはね絶対行かなくちゃいけないんだけど、体に不調が多い人とかはほんとこれおすすめですね。お気に入りのカバン&靴を教えてください。どこで買うのがいいか未だによくわからないです。本当に良くないと思うんだけど、カバンと靴に本当に興味がないです。自分の母が足のサイズが24センチで、私が 23.5、24 よりなんですよ。サイズが合わず、ちょっとちっちゃかったりしたものとかをもらってますね。3月のシャネルの新作購入予定はありますか？選べないのでご意見参考にしたいです。この質問が来てからですね、もうすでに海外ではね、新作コレクション発売されてるので、海外の方の YouTube とかね、大量に見ました。もしかすると一番買わないのかもしれないなっていうのはハイライトかな。フェイスパウダーのハイライトは、ちょっとゴールド味が強くて、似た感じのイメージを今持ってるもので出しそうだなっていうので、実物見てみないとわかんないですけど、見送る可能性が高いかなと思います。ボーンメイサンシエルのパールの方、白い方、これ定番品になる予定ですけど、買おうかなと思ってますね。リップはルージュココの496番、タンドレスっていう色ですね。温かみがあり鮮やかなピーチローズっていうことなんですけど、海外の方でつけているのを見てものすごい綺麗な色だったので、これかルージュココフラッシュの156番、デリカテスっていう、これもピンクローズなんですけど、まあピンクローズとピーチローズっていうことで、おそらく496番のタンドレスの方のが黄みがかったピーチっぽい色ではあるのかなっていう感じなんですが、まあ多分ルージュココの方を買うかなと思います。ルージュココフラッシュはまあほぼリップクリームに近いようなシアーな質感なので、やっぱりちょっと取れるっていうのは気にするので。キャトルオンブルの374番はすごく白っぽい色で使いにくいのかなっていう感じはしたんですけど、このパレット4色を使って目を完成させるっていうよりも、他のパレットにこの白を混ぜたりするっていう風に考えた方のがいいかなっていうか、だからなんかそう考えると白の質感でちょっと
色味を変えるってあんまりないので、結構これは他と合わせるって考えるとすごく優秀パレットになるんじゃないかなというふうに思いますね。あとはベルニロング、あのシャネルのベルニー、あのマニキュアですね。これは889番の方は欲しいなと思ってます。ホワイトですごいパールなんですけど、本当にね手の上に貝殻が乗ってるかのようなすごいあの変更パールでものすごい可愛くて、しかもこれ限定品だったのでもうなくなっちゃうっていうふうに思うと、これはもしかしたら買うかもしれないなっていう感じですね。最近お気に入りの香水などあれば教えてほしいです。今までは香水は1個しか使ってなくて、基本はあのルイ・ヴィトンの香水を今まで使っていて、コントレモイっていうのかな、激甘いバニラというかチョコレートみたいな、なんかさ本当形から入ろうと思って、なんか芸能人ってさよくさめっちゃいい匂いしたってよく言うじゃん。自分のイメージに合わせた香水を常に振りまいて、この香りイコールナギノっていう風にイメージ付けたかったので、まあ、これからは本当季節に合わせてとか自分の気分に合わせてとかいろんな香水を楽しみたいなっていう風に思ってます。ナギちゃんが一番好きなコスメブランドはどれですか？超難しい質問来るじゃん。前のディオールの動画で話した通り、ディオールは好きなんですけど、元々の肌色に合うっていうのもあるので、まあ、全部取っ払ったらシャネルかなと思いますね。シャネルって正直私の肌色にものすごい合うっていうのあんまりなくて、別に使えないことはないんだけど、ディオールとシャネルがあったら絶対ディオールの方のが似合うっていうこととか多いんですけど、それでもシャネルを買ってしまうっていうのかな。何か魅力がありますね。ジョニー・デップのさ、娘さんのさ、リリー・ロズ・デップとか、あとクリスティン・スチュワートとか、すごいね、好きな方がみんなシャネルのモデルなんですよ。なんかこう、見る機会も多いのかも、SNS とかで。なんかなんだかんだ気持ちが上がるのかも。まあ、それぞれの部門でお気に入りのブランドはあるんですけど、ただブランドっていうイメージだけで言ったら、シャネルが好きかもしれないですね。はい、というわけでですね、今日はもう結構質問いただいて、今編集してたら莫大な時間になりそうだったんで、まずね、今日は第1弾ということで、美容とかファッション関連の質問だけをまとめた動画にしました。明日はですね、あの人間関係のこととか、いろいろそういうね、あの深い話、質問に答えていきたいと思います。はい、というわけで最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。